はお家にある調味料で簡単に作れる醤油ラーメンのレシピをご紹介します。使用する麺は荻野セレクトの生中華麺です。細麺、縮れ麺、極太麺、1食と4食を取り揃えております。材料はこちらになります。早速作っていきましょう。鍋にたっぷりのお湯を沸騰させ、生中華麺を一玉茹でます。麺を茹でてる間にスープを作ります。鍋に万能中華調味料小さじ4杯、醤油小さじ2杯、お湯270ml を入れてよく混ぜます。麺が茹で上がったら、ざるにあけて水気を切り、スープの中に入れます。最後にチャーシュー、メンマ、ナルトなどお好みの具材を盛り付けて完成です。また万能中華調味料と醤油や味噌、塩などの組み合わせでいろんな味のラーメンがご自宅で楽しめます。ぜひお家でも作ってみてくださいね。